肉食系ツイッター星ゆかの夢に向かって NOW。 はい、1ヶ月ぶりお久しぶりです、星ゆかさん。どうもこんにちは。はい、今日も素敵な男性がゲストですね。はい、そうです。今日はですね、フェニックス株式会社代表取締役の、宮崎博之さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。はい、今日はですね、はい、不思議な、やっぱりこれこそシンクロがあって、ちょうどですね、はい、今トモン家さんがつけてるネクタイと、はい、今ここにお持ちしているこの本が全く一緒という。あれ、本当だ。いきなしシンクロ。完全パターンがね、シンクロしてますね。そうですね。そうなんです。この宮崎さんという方はですね、非常に面白くって、シータ派という。シータ派、うん、はい。そういったものを、ビジネスに生かしている、そういう仕事をされてるんですが。初めて聞いた、うん、シータ波って分かります？私も知らなかったんだけど。どういうことですか？シータ波というのはですね、はい、脳波にはアルファとかベータとか聞いたことあると思うんですけど、アルファは集中力があるとかね、でシータ波というのは夢を見ている時の脳波で、うん、夢を見ている時っていうのはその潜在意識のいろんな不思議な考えが同時に出つつ、はい、意識もあるような感じですから、潜在意識にも顕在意識の両方ともアクセスができる、そんな感じの不思議な脳波になってます。はい、はい、それを感じることによって人はどういう風になるんですか？すごいいい質問ですね、ありがとうございます、うん、小さな頃から持っているトラウマとか、うん、親から言われた思い込み、例えば、人前でどうしても上がり症でもう何もできないとかいう方、はい、小さい頃に原因がある時が多くて、でそれをそのシータ波の状態になると、うん、その潜在意識に残っているようなトラウマを、うん、解消できるんですよ。普通の脳波だとなかなかうまくこう、うん、解消できないのを、はい、シータ波になるとうまくできるという関係になってますね。へー、ちなみに私死ぬほど上がり症なんですけど、はい、なんで笑うの、なんで笑うのと思ってた。そうなんです。なので結構今セミナー業とかもしてるんですけど、はい、もう去年まではセミナーに出たら自分が前に立ったら涙が出ちゃうぐらい緊張して涙が出てくるんですよ。はいはいはい、その状況に応じて涙が出るとか、うん、体が反応するっていうのはまさに潜在意識の反応なんですよね。潜在意識で体のいろんな血液の流れとか全てを司っていて、はい、そこに出てくるということは潜在意識のレベルでそのトラウマ、うん、何かその原因を解消しなきゃいけないと、まさにそういう方のご相談を受けて、はい、人前で上がらないで話せるようになりたいっていう方のお手伝いをさせていただいてます。それは私ヒーリングっていうテクニックを使って、うん、はい、そういうトラウマを活用解消しながら商売ビジネス人前での発表、うん、毎日の生活を全てこう役立てていこうみたいな、うん、そんなことやっています。へー、でもやっぱりこう今の時代って、はい、やっぱり私がツイッターをやってるのもそうなんですが、個人が発信していく時代、うん、でなおかつ例えば何か、ビジネスをやっていたいですとか、なんかこう自分が発信していくときに自分をこう売ることが苦手な方、自分を自分でこうプレゼンテーションできない人っていうのが、まあ、私も含めなんですけどすごく多い中で、こういうシータ波っていうところで改善できるっていうのはすごくいいですよね。いや、そうなんですよ。で、人前でお話すっていうこともそうですし、営業でどこかに行ってお客さんになかなか言いたいこと言えないとか、最後に買ってくださいの一言が言えないとかいう、その最後の一押しをこう変えることができるんですよね。ですからヒーリングっていう風なテクニックで心と体の癒しだけにこう取っておくのはもったいない、もうぜひこう仕事で活用していってほしいなっていう、そういうテクニックになりますね。今まで離れしかないのかと思った ね、そうですね、もうとにかく何度もやって打たれても鈍感になるくらい。そう、離れも多いですけどね、はい、離れっていうとその回数をこなして、はい、最初はちょっと大変な状況を、はい、経験しなきゃいけないんですけども、うん、ヒーリングとかそういうテクニックを使うと、苦しまないで、うん、もういきなりこう、あ、なんだもうできるじゃないかっていう感じで変わることができる。それいいですね。それいいです。いいですね、もっと早く知ればよかった。楽々、ね、いけるという感じですね。面白い、はい、でも先ほどお名刺を拝見した時に、はい、パッと後ろ見ると経歴が書いてらっしゃって、うんうん、はい、その経歴が今のそのシータ波を使うヒーリングビジネスとは全く違うようなビジネスをされていたんで、はい、うん、なんかそのきっかけとかが何かあったのかなってすごい興味があった。 ありがとうございます。僕はおっしゃる通り、うん、ヒーリングを始める前は、はい、言うと17年間、うん、金融関係のシステム開発と経営コンサルティングとか、はい、そんなことやってたんですけども、
実はあの10年前に結構びっくりするような事件がありまして、はい、そこからスピリチュアルなヒーリングを関心持ったんです。うん、10年前に僕はあのニューヨークにいまして、はい、2001年の春ぐらい、はい、会社の転勤で行ったんですが、2001年の春ぐらいから大好きなニューヨークがだんだん危険に見えてきたんです。あの街の、歩く人も電車もタクシーも全部危険に見えて怖くて、僕はあの会社の上司にすいません日本に返してくださいって言って、無理やり返してもらったんですよ。でも日本帰ってきて荷物をほどいてたらちょうどその全てが完了した時に例のテロ事件が起こって、9.11 です。僕はあの壊れたビルの隣のビルで働いてたんですよ。すごい。もうその時にあなんか目に見えない、なんか不思議なこうまさにシンクロみたいなことがあるんだなっていうふうに思えて、なんかこれは自分がワクワクするようなそうやりたいことかもしれないって思えた瞬間でしたね。へえ、すごい偶然ってあるんですね。偶然ってあるんですね。すごいね。なるほど。でもなんかその前ね勤めてた会社がすぐ隣のビルに入ってるんですよね。まさに今回も、はい、これまた偶然で、そうですね、偶然こちらもシンクロですよね。私はあの会社大学を出てから野村総合研究所っていうところに働いたんですけど、まだちょうど今日のこのラジオの番組の場所の隣がね、はい、そのビルですごくいろんなところで、ま、シンクロでびっくりしております、はい、でそのフェニックス株式会社を立ち上げられて、はい、具体的に事業内容としてはどういうことをされてるんですか。はい、あの私どもの方ではそうやって皆さん の、うん、あのヒーリングというテクニックを使って皆さんのもちろん心とか体の悩みを解決したりっていうこともやってるんですけれども、うん、それ以上に会社の悩み、うん、会社の病気を治すと、うん、会社の病気を癒すというコンセプトで、うん、企業の社長さんとかから相談を受けて、社員の人間関係を解消したり、うん、営業マンによりこうプッシュできるように変えたりっていうコンサルティングをさせていただいてます、うん、あ、なるほど、はい、それからあの個人ベースでこうお会いして、うん、課題を解消したりもしくはあのセミナーでそれを学んでいただいたりとかそのようなことをさせていただいてます、うん、なるほど、興味深いですね。そうですね、うん、これ病んでる会社って比率としてるとどれくらいのパーセントあります、うん、いやあの最近でも中小企業の社長さんなんかお会いしてると、はい、元気な方多いんですよね、はい、もうバイタリティに溢れてるって、うん、その中でもいやちょっとね相談したことあるんだよねっていう人は、うん、ほぼ9割ぐらい、あの社長さんであればそういうその責任がある立場であればあるほど、はい、こういうちょっと運とかシンクロとかいうところで、うん、あの業績が影響されるのよく分かってるんですよね、うん、ですからもうちょっと見てほしいっていう声はよく頂戴してます、うん、はい、逆にこう改善された人たちがどうなっていくとかってあるんですか。ですね、うん、あの大体個別に例えば、一番いい例では、うん、あの先日、うん、中小企業の社長さんであの化粧品を PR する方がいたんですけれども、はい、例えばテレビショッピングでそれを、ご紹介するのになかなかこう自分で、思い切って紹介するのは恥ずかしい、うん、失敗するのは怖いって、はい、お客さんがあのこの私のシーリングセッションを通じて、うん、その恥ずかしさとか怖さを取ったんですね、うん、自信持って PR できた結果売れる、うん、売れる結果問い合わせがこう殺到して、はい、結果的には売り上げが伸びるっていう、うん、そういう結果が出てきました、うん、そういうあの売り上げっていう形も出ますし毎日なんか気分よくこう、ね、毎日過ごせるとかいう、うん、まあ、そういう気持ち的なところでもすごいプラスの作用があると思いますね、うん、やっぱりメンタル面ってすごく重要で、うん、周りからどう思われてるのかなとか、ね、やっぱり人からの評価って一番気になって、うん、でそこを打破できずにうまく自分を出せなかったりとか、うん、何か自分の後ろについてる企業を売り込めなかったりってすごくあるなっていうのは感じるので、うん、そのサポートができるこういうビジネスモデルっていうのはすごく興味が、そうですね、ありがとうございます、まあ、本当に、ね、物を買う側の立場としてもね、例えばあの、はい、キヨスクとかあるじゃないですか、はい、やっぱり同じガム買うんでも同じ新聞買うんでも、はい、どうせだったらあこのおばちゃんから買いたいなっていうのって確実に無意識でねこっち選んでますよね。そうですね、だからその人がやっぱ出してるものっていう、ね、商品じゃないんだよ ね、無意識のところでのコミュニケーションではなく、うん、なんかあるんですよね、うん、表情だったり、うん、その人の雰囲気全体の雰囲気だったり、そう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 、目線だったり、そういうところが微妙にこのヒーリングで変わっていって、うん、なんかこの人よくわからないけどこの人になんか親しみ感じるなとか、うん、ぜひ相談してみたいというふうに変わっていくんですよね。なるほど。そんな宮崎さんが2月に本を出版されると、はい、
ということで、はいはい、シータ波新脳内革命というふうに、はい、題してあります。こちらの本を読むとですね、はい、まさに今まで、うん、なんかそういう思い込みとか、トラウマでこんなに損してたんだっていうのはだんだん分かるようになってきて、うん、その上でこれを読むと自分でそのトラウマを解消できるようになります。すごいお得です。シータ波新脳内革命ビジネスで成功する7か条、はい、宮崎ひろゆきさんですね、はい、小学館からですか。小学館さんですね、うん、はい、レインボーなのでこれがビジネス書に並ぶとすごく目立ちますね。そうですね、はい、そんな宮崎さんを今日はお迎えいたしました。はい、はい、またね、ぜひいらしてくれると嬉しいです ね、 ですね、はい、ぜひありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。フェニックス株式会社代表取締役宮崎ひろゆきさんをお迎えいたしました。